どうも、まさるこです。では、ラスト続きをやっていきたいと、尽きない。続きをやっていきたいと思いますが、そろそろだ。そろそろ、にぎやかです。そろそろにぎやかですが、石を掘って木に交換するか。いや、木を掘る。木こりするか。木こりして、なんだけど、この人たちを、ちょっとそろそろ焼くターン。で、よし。ターンです。で、木こりに行こうかなって感じか。よし、木こりに行こう。外は雨が降っているようでございます。いや、降ってないか。いや、降ってるよね、雨ね。お天気雨か。お天気雨だ。お天気雨です。これはお天気雨というやつですね。これさ、木なんか掘らないで石でさ、交換すればいいじゃんっていう話もあるけども、結構ね、木こりも好きなんですよね、私ね。この木を掘る、こう、音がね、またこれも楽しいんですよね。だからついついね、こんなこと危険じゃないって思うかもしれないけど、やっちゃうんですよね。楽しいんだ、意外に。これ無心になれて、まあ喋ってるから無心じゃないんだけど。なんで跳ねた今。なんで跳ねたかわからん。こういうの危ないからね。こう夜ここを歩く人のためにね、この家の前の人のためにね、この木は危ない。どっからこの木はさ、やってきちゃうの、これ。賑やかでしょう。賑やかでしょう。なんかね、だからね、ほんとね、お祭りかな。お祭りやってるね、これね。結構この木は、この流木みたいなやつだけでも結構いっぱいあるな。この辺もうっそうと茂ってるから、ちょっとぐらい取っても。あと今度って金属パイプ取っとかないと、リボルバー作れない。もう5000も取れました。もう爆発音がうるさくて、木の凝ってる音が、あまり聞こえないのはいい。よいしょと。こんぐらい掘ればいいでしょう。木こりも掘れば。一旦。ね。ほんでだ。んで、木はここに入れといて。あ？で、ほんで、
何をするかというと、やっぱりスクラップを集めに行くんです。スクラップを集めに行くんですが、これを作る、ちょっと待って、これ。そうだな。で、これとこれ両方持っていって、よし、これでいくか。で、恐れずにファームに行こう。恐れずにね。でもそういうちょっと大きく出た時に限ってやっぱやられちゃうもんなんで、この警戒心を怠らずに、かつ警戒心を怠らず、かつ大胆に、かつ大胆によ。逃げるか、逃げるな、あいつは。あいつは逃げるやつだ。石段路、石段路はいらないな。で、ファームに行きたいけど、ここが地下行けるんだよね。道路を探すには、道路はでもこっち側の道路で、ここら辺まで行ってこう帰ってくるみたいな。で、帰りに、なんつうの？アウトポストで、あ、ここダメだ。ダメだ。やばい。アウトポスト狙われる。ここダメなんだ。ここさ、まださ、ダメなんだ。獣、あれしちゃう。赤いのついちゃった。あと何分？ 10 秒なら大丈夫か。10秒なら大丈夫か。そこだいぶ道それた？まあいいか。このぐらいそれて。道路はどこだい？もうちょっと鉄工所があるんだね。あそこもでっかい拠点がありますけども、もうちょっとこっちの方からぐるっと行ってみたいもんだね。まだ待って、爆発音したのこっちか、どっちだっけ。まあいいか。あ、なんかある。矢だけ一本もらったよ。線路があって、その先にもう線路？線路がここら辺多いんだな。線路だらけだ。線路を越えた先に道路か。さあ、どんな感じなんでしょうか。線路を越えた先、こっちか。こっち側が道路か。なんか風が吹いてる音がする。あ、ここ道路ね。OK。じゃあ、ここらからハムしていきますか。ちょっと怖い。とはいえ、知らない土地は怖いもんですね。慣れていない土地は。知ら？ほうほう。ほうほうほう。いないね。見つつね。鉱石拾いつつね。硫黄の鉱石いっぱい落ちてる。ここでやんなくていいか。これはさすがに。
アウトポスト周りでやりゃいいか。いらんもんは捨てていく。いらんな、いらんな。あ、いるの？いるの？ねえ。ちょっと、どいて。どいてくんの？こっち。何？来るならこっち来てほしい。そこで逃げるんかい。何今の、ねえ、何が起こったん今。あ、ここも赤くなっちゃうの？なんで？牧場近い？そんなことないよね。鉄工所がそっちにあんの？どこに鉄工所？あ、そっちに鉄工所があんのか。鉄工所怖いね。鉄工所は怖い。鉄工所は怖いと聞いてる。飯食おう、飯食おう。鉄工所寄らない方がいいと思うんだ。さすがに。許してくれるかな、ここ。何がいらない？タープいらないな。これもいらない。で、あ、なんか拾えてない。あ、これも拾っとくかっていう思ったんだ。うん、許してくれるかな？許せ。あ。アウトボスまで、アウトボスまで。もうちょっと限界でしょ。あともうアウトボスまでまっしぐらに行こう。要注意人物じゃないよね、もうね。大丈夫だね。右上の赤いの消えたね。よしよしよし。いいぞ。いいぞ、いいぞ。これもうセーフゾーンでしょ。よし。よし、来た。で、これは持てるよね。ちょっと君襲ってくる？口？襲ってこないよね。セーフゾーンだよ、ここ。誰もが安心して暮らせるセーフゾーンだよ。よし。で、金属。ずっとこっち見てる。ちょっとこっち見ないで。恥ずかしいから。ブーブー。こっち見ないで。恥ずかしいから。お天気雨もいいとこだな、これ。縛り系度はいらない。スクラップ。持てない。ナノはいらない。ギガパンボームもいらない。ギガワとかはちょっとし、木がいらないのか。木がいらない。よし。木拾っちゃうんだよな、ちょっとなんか。よし、これで金属のパイプが少し手に入ったので、これを元手にリボルバーは作れる。こんなにちょこ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 頑張ってファームしてる人いないんじゃない？他に。ずっと寝てるこの人。で、ここに燃えてる人いるでしょ、また。ずっと燃えてんだよ、この人。ちょっと、大丈夫？ねえ、すや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 寝てるけども。道路看板はまだいいよね。すごいこれ。
こう肉も焼いてこう。ああ、キー捨てちゃったわ。まあ、いっか。じゃあ。キーでもすぐ手に入るか。どっかに転がってるか。今何からジャンク部品出た？まあ、いっか。これは何が出るんだっけ？常勤と金属が出るんだ。これからギアが出るときと出ないときがあるんだよね。あ、出た。あ、これは出ない。ギアもちょっと1個ぐらいは取っとくか。1個2個で、あとはよし。これで、あと今回は、ここで覚えたりはせずに、このまま帰りたいと思います。あ、違う。焼きたいが、ちょっと木をさ、今捨てた木ってどこだ？捨てた木。木捨てたじゃん。木捨てたのでこっちだよね。こっちで捨てたよね、木。まだ残ってないかな、木。もうここで捨てたんだよ、木を。あ、残ってる。よしよし。よしよし。で、これで木で、お肉焼いて帰ろう。おっと？これはヘリコプター。違う、パトロールヘリコプターか。の音かな？パトロールヘリコプターの音かな？でも、この中にいれば大丈夫と信じて。お肉や、あれ？お肉焼くのこっちか。ごめんごめん、通り過ぎちゃった。違うな、これパトロールじゃなくて誰かがヘリを買ったのか。あ、誰かがヘリコプターを買ったんだ。すごいね。ね、会話する。何？悪いが何もない。なんだそりゃ。こうして、こうして、こうやって分けても意味ないやつ、意味あるやつ。あ、遅くなるんだよね。遅くなるだけだから意味はないのか、やっぱり。分ける意味は。ね、多分遅くなるだけだよね。そうだね。こうやれば早いもんね。意味ないんだな、やっぱこう分けておく。ただいっぱい置けるよっていうことなだけなんだな。本当に。よし。これでさ、セミライをさ、ちょっと買ってみる。今さ、これあるよね。なんかさ、セミライ買えるとこあったよね。なんか耐久は低いけど。そこでさ、買ったやつで覚え、255じゃ覚えれないんだっけ、セミライって。500ぐらい必要なんだっけ。どっかにさ、あ、これ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 、これ200。買おう。買ってさ、これ覚えてさ、ただ覚えるお金があるかどうかわかんないけど。あ、でもこっちの耐久が、なんだそれ。まあいいか、覚えちゃうんだから別に関係ないか。よし、来た。来た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 。
たきたきたきた。なんか変な形。変な形。これさ、覚えれても覚えれないよね。きっとね、まだね。あ、どこだっけ、覚えるとこ。こっちか。多分235じゃ無理だよな、多分。500まではいかなかったけど、結構かかる気はしたんだけど、どうだっけ、どうだっけ、これじゃ無理か。無理ですかね。あ、いける、覚えよう。いけるやないか。よし、学んだ。そうなってくるとさ、6点なんとかもさ、どっかにさ、ない？なんかアモだけさ、売ってるとこなかったっけ？ないっけ？なんかさ、あったようななかったような。ではない。ないか。あったような気もしなくもないんだが、ないか。ないか？ないかったか？ないかったのか。なんかないか？玉だけ売ってるとかないか？こっちはないよね。ここは玉とかじゃなかったよね。あ、違うね。間違えた。買わない。これが買えるんだよね、これで。これで、これが買える。これも買い物の方か。ちょっともう一回自販機見ていいですか？ごめんなさい、ちょっと。一回自販機見て。ここがお気に入り。ここ見て。カメラ。コンピューター部品、レッドカード、ブルーカード。弾。あ、ここのが安かった。セミオートピストル100だって。こっちのが安かったという罠。これでも弾入ってないよな、みんな。こっちは？トンプソン。これ9ミリだもんね。ないな。肥料。馬の、これ牧場か。ガレージ。リボルバー。ないな。いっぱいあるけど。アモだけっていうのはないのか。あ、5.56 あった。140鉱石。で、これか。買えるか。買えるな。買えたところででもまだ作れないんだよな。2がないから。幕道には。でも覚えとくに越したことはないか。
ちょっと待って、これ覚え。いや、買うか。うん、買おう。買っといて、ワークベンチにもこれで買えるのか。ワークベンチにこれで買うか。これ、イオ990。あ、でもソールドアウトだ。ちょっと遠いですね、ここね。頑張れ、ドローン。で、ワークベンチ2をお得に買えるところを探すか。あ、あるある。コース、ああ。ここは？ああ、手持ち不足で売ってはいるのか。でももう、ほぼなくなりそうな。耐久度がやばそうな。やばそうな感じ。あ、こうやってスポンってやれば楽に見れるのか。わ、すごい、ここ。ここで買えばよかった。フラッシュライトとかあるじゃん。いや、ここで買えばよかった。いや、よく見るべきだな。でも、とにかく、異様があればなんとかなんで、ここの位置覚えとこう。ここの人、ここね。雪の方の人、雪の方のとこ。雪の方のスーパーマーケットの近く。あ、来た。来た。でもこれはさすがに覚えれないよね。90スクラップじゃ足りないよね、確かね。90じゃ足りない気がするな。さすがに。あ、もう。あ、もう覚え。125はいるでしょ、多分。どうなん？こうか。125か。これとこれ一旦分解しちゃおうか。なんとかなるかもしれない。ちょっと一回分解いろいろしてみよう。分解じゃねえや。あの、売ったり。一旦、分解。おいや。金属パイプとか、待って、こっちの、これとか、ちょっと、看板ください。看板ください。すいません、ちょっとスクラップが急遽欲しいんです。あとちょっと一周する。一周すればなんとか なるじゃない。うん、あったあったあった。ちょっと本当に申し訳ないんですけど、この看板を。看板をちょっとね、すいません。本当にすいません。ちょっとね、看板を。看板をいただきますね。これでどう？あともう1看板あるね。もう1看板をもらいます。これ40スクラップ、これでゲットできたんじゃない ?4 つ今壊したけど。よし、これで。一緒と。いいんじゃないかい？それで。あー、リサイクルしてる人おるな。リサイクルしてる人おる。私もここで。もう一看板ね。もう一看板して。おまけのね、おまけのもう一看板。あの人、ずっと、なんであそこに入れるんだろう。パイプも2個あればいいか。あ、やば、そこに置いたままだ。弾リサーチテーブルに。
よし。これで、この玉を。よしよし。玉を覚える。フラッシュライトとかも覚えなきゃな、でも。フラッシュライトも覚えたいな。覚えたいけど、まだちょっと。ちょっとまだ、スクラップが足りない。スクラップ足りないだから、まあ、帰るか、一回。スクラップ足りないで。よしよし。でもこれでもう、セミライも覚えたし、5.56 ミリ弾も覚えた。だからワークベンチ2があれば、まあ作れる。あとは、ウェポンフラッシュライトがないと、でもちょっと厳しいから、そこだね。で、ワークベンチ2をどっかから安く買うために、硫黄をもっと掘っといた方がいいって感じか。必要があれば交換してもらえるもんね。つうことで、ちょっと岩掘りに行った方がいいかな。ある程度、セミオートピストル覚えた意味とはってなっちゃうけど、まあいいか。それはそれ、これはこれ。で、まだ4、10。で、あ、すごい、蒸気もいっぱいある。蒸気もいっぱいあるし、うん、もういい具合なんじゃないですかね。どうですか、どうでしょう、どうでしょう。あと、玉はこっちに。これ、トウモロコシと勘違いする感じに置いてみる。こう食料と一緒に。ちょっと飯食うか。もうサボテンは水分補給がすごいんだね。よし。食っといて。で、じゃあ、ある程度の道具。でこれは飾るでしょ、置いといて、ここ置いといて、ほんほん。でこれどこに飾るかな。いいね、ここでしょ。やっぱこう交互にこうドスンと。俺らのもう快適度がもうすごいんだから、快適度が。あれあれ、 100% いくよね。ほら、ほら、もうここで完全回復すぐできるんだから。よし。じゃ、ということで、今回はここまでにしたいと思います。いや、したいと思いますか？石掘りにちょっと行こうかな、やっぱりちょっと。もうちょっと石を掘りに。ちょっと待って、今、石を掘りに行く。まだ夜になりそうかなと思ったけど、まだなんないから。石だけ、ちょっとだけ掘りに行こうか。夕方になるまで。まだ若干夕方にはもうちょいありそうだから、夕方までに。そっちの山の方行くか、ちょっと。石掘りますっていう体制で行こう。もう私は誰も傷つける気はありません。私は斧じゃないピッケルを持って石を掘りにだけ、その目的で私はこのラストをやっていますっていう感じの雰囲気出していくか。あっち側に石が見えるけど、家もあるけど、どうだろうか。こっちが
町の拠点の向こう側にも石あったっけ？なんか石地帯。そういえば。あ、ここ登った。ここ地下行けるとこか。いや、向こう行こう。この山。あそこの山に石発見。だけど、硫黄は見当たらない気がする。普通の石ばっかりな気もしないでもない。まあ、行ってみよう、行ってみよう。やばい。そう言ってる間に、ちょっと日が陰ってきてしまった。このちょっとこれやってこうの、これが、私を、死に追いやるか、これ。硫黄じゃない、石だ。普通の石ばっかりだ。硫黄はないかね、硫黄は。硫黄はないのかね。硫黄がないな。まあ、最悪この森の中にキノコがあってもいいよ。あれ？何もないじゃないか。え、なんでラットダメージを受けてんの？あ、言い終わった。なんでラットダメージ受けてんの？まあ、いいか。家に行けば回復できるし、水飲めば回復するんだよね。なんでラットダメージを急に受けてんの？ここ何が近いの？ロケット発射場か。が近いのか。ほう。そうでしたか。ロケット発射場でしたか。キノコ、キノコ。え、まだダメ？やばい、ラットダメージがまずい。本当にまずい。あ、でもここだけ凝るか。やばい、体力減り続けてるけど。マサラコさん。体力減り続けてますけど、大丈夫ですか？ロケット発射場から離れてないのか？離れてないのか、そんなに。離れろ。どんどん体力が減っていく。もう大丈夫？もう大丈夫か。そんなに？そんなに体力が減っちゃったの？時のこと食べよう。ここはあれだよね。地下に行けるとこやね。ほい。ウィー。ウィー。水飲めばさ、あ、回復しないのか。もう遅いのか。水とかそういうあれじゃないのか。もう遅かった。あ、ラットダメージ、これで。ボン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 。あ、ここら辺すごいなんか食料があって、良き。いらないものをゲットしたな。ほいほい。宝石いらないか。宝石いらないな。あ、そっちにいっぱいあんじゃん。ここの上か、あったのは。石がいっぱいあったのは。まだ意外に、まだちょっと明るい。まだいける。ここは、硫黄発見、硫黄発見。硫黄発見。I have not なんとかって書いてある。石もちょっとね。どうせなら。丸見えだな。え、なんて書いてんだ？ I have not なんとか。ハブノット。ナイハブノット。何？何？ヒング？なんだヒングって。どういうこと？
どういうこと？ I have not ヒングって。ヒングを持っていない。ヒングって何？こっち側にはないのか。こっちが行かないとないか。でもこれ家から離れちゃうよね。から離れちゃう。ちょっと暗くなってきたから心配。ちょっと。そこに人いる、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 逃げろ、人いる、人いる、人いる、人いた、人いた、人いた、絶対人いた。絶対人、あれ絶対人。よからぬ人、絶対よからぬ人。衣装をちゃんとまとってたから強い人。衣装ちゃんと衣装をまとってた。衣装まとい人だった今。絶対に。勝てない、勝てない。マツルコの絶対勝てない人だった。よし。よし、暗くなる前に帰ってこれた。ナイス、ナイス帰宅。ナイス帰宅。で、木を入れて、いらないでしょ。で、硫黄は貯めておくか。とりあえずちょっとね。これいいや、硫黄。もうちょっと貯めといて。入れといて、で、石も多少ちょっとこっちに、100はさすがにこっちに入れて、で、こうしてこうして、で、食料をちょっと入れて、で、あ、そっか、我はちょっと負傷したのであった。我はこんな具合か。で、負傷したからここで回復。100% のとこで回復。よし。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後まで。もしよかったらチャンネル登録や高評価、いいねボタンを、押してもらえるととっても嬉しいです。励みになりますのでよかったらお願いします。では次回お楽しみに。すごいボンボン。すごいレイドの嵐じゃん。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を